ターシールド、マルチエフェクターヘッドホンみたいな感じのものが家練習としては一番やりやすいと思うので、イヤホンは、まあ、ほぼ無理だと思ってていいと思います。めちゃくちゃいいイヤホンとか使ってもそんなにいい音には聞こえないギターの音、なぜか不思議なことに1万円のマルチに5000円のヘッドホン、2万円のプレイテックみたいな3、4万ぐらい合計の機材で十分だと思います。高校生でギター始めてみたいんですが、初心者セットを買って始めるのがいいですか？難しいところですね。初心者セットってなんか大体アンプとかがついてると思うんですけど、アンプっていうよりかはボスの GT1 みたいな、だからギター1本と、まあマルチエフェクターで、まあその間をつなぐシールドで音が出てくる感じのヘッドホンみたいな、だからギターとケーブルとシールドっていうのがケーブルのことね、シールドって言います。大体ギター界隈では普通にイヤホンのケーブルみたいなやつのことを、それの出口が太いやつですね。ギターシールド、マルチエフェクターヘッドホンみたいな感じのものが家練習としては一番やりやすいと思うので、なんかそのように買うのが一番いいと思いますけど、ね、家練習用セットみたいな紹介してる YouTube とかあるんじゃないですか。なんか初心者セットってのは、ね、どうしてもねちっちゃいアンプみたいなのとかついてきて、こんなもちっちゃかろうが何しようがアンプで音鳴らして練習なんかできないと思うんで、普通の家だと。で、高校生とかだと親がうるさいとかって言ってるかもしれない。で、なんか防音室とか当然あるわけもないし、あったとしても大した音も鳴らせないんで、実は。まあ、ヘッドホンでやるのがいいと、俺は思いますよ。よほど環境が整ってない限りは。で、アンプ音出すとかっていうのは、スタジオとかに行って、まあ、バンドとかやり出したりとかしたら、スタジオとかに行ってやればいいっていう。なんかまあ、高校生とか大学生とかだったら部活とかで、部室とかでできるっていう。ようなこともあると思うんで、まあ、家の練習はもうヘッドホンにしとくのが一番、要は練習時間、まあど深夜に生音でもうるさいって言われると思うけど、やってたら一番練習しやすい環境を作るっていうのがいいと思うので、アンプ鳴らす方法しか自分にはないから、昼間しか練習できません。でも昼間ってほとんど学校行ってますとかだったら練習できないので、まあ、ヘッドホンで練習するような機材を揃えるのがいいと思います。この多分これにもヘッドホン端子はついてるので、こういうなんか安めの、中古の安めのマルチエフェクターみたいなの多分5000とか1万とかで買えると思うんで、メルカリとかで予算によってはそういうものを買ってもいいだろうし、俺的にはまあそれがおすすめなんだけれども、まあだから初心者セットみたいなのを買うと、まあ全部入りとかにはなってるので、まあ迷わなくて済むみたいなのあるかもしれないっていうのと、あとはまあ世の中まともな中高生だったら、そんな深夜までギター弾いてると、そもそも深夜まで起きてたらダメだろうっていう話なので、そういうところも考えると別にアンプでもいいのかなっていう気はしますけどね。俺はもうガチハマり前提で、夜中でもいつまででも練習できるようにとか思って言ってしまいがちなので、自分の調子で。一般的な学生はそんなこともないのかもしれない。まあ、大学生とかだと逆に今度は一人暮らしとかでボロアパートみたいなとこ住んでて、生音ギターのヘッドホンでやってようが、もうこの音が生音がうるさいっていうことで夜中弾けないっていうとかもあるかもしれない。環境に合わせてっていうことになりますが、昔初心者セット買ったら BC リッチのミニアンプついてきたけど意味なかったっていうことですよね。音はうるさいし、全然大していい音がするわけでもないのでどういう存在意義があるんだろうって感じですけど、ミニアンプみたいなものには、ヘッドホン何使ってますか？俺はヘッドホンは前のヘッドホンなんか20万ぐらいするヘッドホンを切って使ってて、これは10万円ぐらいする。前のやつはアーカーゲイの K872 かなんか、でもまだそこにありますけど、ね、でこれはノイマン NDH30 かなっていう、9万だか10万ぐらいするヘッドホンみたいな感じですね。俺はここが一番大事なんで割とお金かけてるんですけど、でもまあ多分1万6、7千円ぐらいのソニーの CD900 とかでもうすごく十分だと思います。全然それでいいと思う。それでやってる人世の中にすごくたくさんいると思うんで、全然そこが上限だと思ってていいと思う。でも別になんかソニーとかオーディオテクニカとかそういう、まあまあまあ全然十分だろうなっていうメーカーの、まあ5、6千円とかそのぐらいのランクのものがあるのかどうかも知らないですけど、
5、6000円、7、8000円ぐらいのヘッドホンでも全然十分だと思いますけどね。いや、ギターの音を聞くのに、そんなにこう、ものすごくいい音がするヘッドホンを使う必要があんまりないというか、そんなんでいいと思いますよ。ただなんか、イヤホンは、まあ、ほぼ無理だと思ってていいと思います。めちゃくちゃいいイヤホンとか使っても、そんなにいい音には聞こえないんで、ギターの音。なぜか、不思議なことに。どういう仕組みなのか、誰か分かりやすい説明できる人がいたらしてほしいなって感じですけど、要はスピーカーの直径みたいなことがヘッドホンだともうこんだけあるんで、でイヤホンなんかどうやったって2、3ミリぐらいですよね。あのなんかあれ向いて外してみたら音が出てる穴みたいなのが、でそなんかそういうので どうやってもなんかこのギターの迫力ある音というのかが出ないんじゃないかな。音楽とかは全く問題なくいい感じに迫力ある感じで聞けるんですけどね、イヤホンでも。ヘッドホンの方がなんか若干こう臨場感あるような気がするけど、音楽聞くのはねイヤホンで問題ないんだけれども、ギターの音は本当にイヤホンダメですね。まあ5000円以上ぐらいの、まあそこそこまともなヘッドホンみたいな、でも多分ね下手したら 2,3000 円とか適当なヘッドホン買ってきて使っても全然いい音なんじゃないかな。別に俺ヘッドホンがダメでギターの音が悪かったことなんて今まで中高生の時ギター弾いてた時から通してもう多分なかったと思います。そんなことは絶対安いヘッドホン使ってたはずだけど、最初の頃ヘッドホンがいい音しないななんて思ったことないですね。よかったらあと9人が高評価をしてくれたら高評価数 100個になるんで、ぜひともね押していってください、ね、どうかよろしくお願いします。その昔結局 Zoom505 にヘッドホンで全然いけるやんって気づいたように思い出しますと。そうそうそう、本当そういうことなんですよ。 Zoom って今でもなんか1万円以内ぐらいでマルチエフェクターペダルみたいなやつありますよね、ちっちゃいあれとか十分だと思いますよ。それにヘッドホンとかね、本当1万円のマルチに5000円のヘッドホンで2万円のプレイテックみたいな、3万5000円ぐらいで始めて、全然多分俺が何年か前までパンドラ使って動画やってましたけど、それでいい音だいい音だってすごいいっぱいコメント来てましたけど、そのようなぐらいの音は出ると思います。そのぐらいの 3、4万ぐらい合計の機材で十分だと思います。アンプのヘッドホン部分にイヤホンを挿してみたらクソみたいな音になりました。わら、これはイヤホンが悪いっていう部分とアンプのヘッドホン端子が悪いっていうのとこう2つあるんで、これダブルパンチだったら、まあ、なんかヤマハ THR みたいにヘッドホン端子がもうバッチリですよっていう、そこに挿しとけば別にマルチエフェクターからあのヘッドホンで聞いてるのとあんま変わらないですよっていういい音がするタイプのアンプもあるんだけれども、まだまだ多くのアンプはヘッドホン端子ってもうおまけみたいなもんなんで全然いい音しないんで、多くのアンプは、まあ、どのくらいか知らないですけど、一応普通の通常のごく普通のアンプは全然ヘッドホン端子っておまけみたいなもんなんで、そういうところにさらにヘッドホンじゃなくてイヤホンを挿して使ってるんだったらもうかなりダブルパンチで最悪なことしてる可能性はすごく高いんじゃないかなと思います。